はい、ということでビーチにステラリー辞典といつものように建てました。あっちの奥の方に見えてるのがシドニーの中心部ですね。でこの青いのが橋になるんで、まあ、結構いい感じで花火見えるんじゃないかなっていう、意外に期待してるっていうね。はい、それで、いきなりですね、気づいたら2020年になっていまして、遠くの方からドンドンって音が聞こえて、こんな感じで花火が上がっていました。あ、すごいなこれ、めちゃめちゃ広範囲でやってる。あ、これはすごいわ、こんな広範囲でやるんや。予算5億円。めっちゃ見えるやん、ここ。いいねまして、おめでとうございます。2時間シドニーの方が早いのかな。2020年も良い年にしていきましょう。それでは、はい、ということで、シドニーの花火、約12分間、結構長いんですね、あるんですね。すごい規模感で、ものすごい広範囲でやってるんですけど、このワトソンベイからはですね、かなりしっかり全体が見えるっていうメリットがあると思います。で、人混みとは無縁で、まあ、静かに過ごせる。これが非常に良かったですね。明けましておめでとうございます。結構花火がなんだよってちょっと思ってたんですけど、やっぱりね、実際見てみるといいですね。スーパーフライの曲にもあったんですけど、綺麗なものは遠くにあるから綺麗なのね。花火間近で見ても、打ち上げ花火横から見るか下から見るか、これ完全に横からです。横の遠くからです。愚問です。ということで、シドニーの打ち上げ花火は、ワトソンベイがおすすめですね。とても静かに花火を楽しむことができます。はい、それではいい1月1日を過ごせるといいな。毎日ね、いい感じで。じゃあ上がってナボを見ながら寝ます。おやすみなさい。